これ私が書いた例文だっけってなるぐらい本当に君が作ったパスタなんか美味しいわけないでしょ。もう昔の自分とそっくりですね。やっぱ私のせい。そうだね。본영상의 CC 자막은와플에서제공받았습니다皆さんこんばんは。こんにちは。メガネ似合わないもんね。まあソウルでの生活もだいぶ慣れてきて、引っ越しももう終わってます。まあそれはそうとして、私2月からオンラインで日本語の会話授業をやってるんですけど、最近ちょっと悩みができました。もうご存知の方もいると思いますけど、私日本語で話す時の話し方、言葉遣いがちょっと荒いです。もちろん悪口とかではなくて、どっちかというと関西なまりプラス韓国人特有のなんかアクセントが残ってて、まあ、なんか優しい大人の女性の話し方とは若干距離がある違うような。これはもう日本語を勉強し始めた時からこう大阪の人の影響は結構多かったんで、それがもう未だに残ってて、まあ、もちろん仕事関係では全く違うけど普通丁寧な日本語で話をするんですけど、まあ、プライベートになるとちょっとまあ男っぽいかな、シンプルに言うと。で、なんでこういう話をいきなりするかというと、私の話し方が映りました、受講生たちに、学生さんたちに。いや最初からうすうす気づいてたんですけど、あちょっと映ってんのかなって気づいてたんですけど、特に最近なんか宿題とかチェックしてると、んこれ私が書いた例文だっけってなるぐらい本当にもう話し方、文章の書き方とか、まあ、言葉もう自分とそっくりで、例えばあんたにそんなことができるわけないやん、ないやん、ないやんはどっから来た。教えてないもんこんなの、本当に教えてない。他の例文もこんな感じが多いです。それで何がしたいわけ、余計なこと言わないで。君が作ったパスタなんか美味しいわけないでしょ。もう昔の自分とそっくりですね。これパート別で宿題を出してるんですけど、本当にもうピクッとなる時が多くて、こう私のせいなのかなこれ。みんな私の喋り話し方ともそっくりなの。だから私のせいかな。まあそうだね。でどうも話しろっちゃうんだ。クリコ。あクリコこうネイティブが使うのを教えてくれる授業なんてそんなないもん。それがでも魅力でもあるわけじゃん。その丸先生のクラスの魅力でもあるわけでしょ。ありがとうございます。まあ、もちろん普通に可愛いのもあるんですよ。例えばシルエットがクマっぽいとか、日本に行って寿司を食べたいですみたいな、可愛いでしょ。아무래도이제강의를조금리얼하고재밌게만들려다보니까평소에많이쓰이는표현이라든지뭐그중에는조금격한표현도있고뭐연인사이에싸울때사용하는대화라든지뭐예를들면은피곤한것도적당해라약간이런느낌 이렇게강의를짠것도뭔가일본어를공부하자이런게아니라약간그일본어자체에흥미를느낄수있도록구성을하다보니까좀거칠거나이렇게웃긴예문이많은데이제다들그영향을받은건가싶어가지고좀뭔가뿌듯하면서도
살짝 걱정이 되는 굉장히 자연스럽게 잘 만들어요 다들 진짜 잘 만드는데 문제는 내용이 좀 격하다는 거 어, 네 정말 장문 잘하셨어요 근데 회사에서 그 말 쓰면 안 돼요 이런 느낌이라고 해야 되나? 네 아무튼 일본어는 진짜 하면 할수록 어려운 언어인 것 같아요 저도 요즘 진짜로 와, 와 정말 갈 길이 멀구나 하는 거를 매일매일 느끼고 있습니다 뭐 모든 외국어가 다 그렇겠지만 하면 할수록 어려워지는 건 다 그렇겠지만 네. 그리고 여름에는 YBM 종로에서 오프라인 강의를 하게 될 것 같아요 네, 이거는 지금 확실하게 정해지면은 또 다시 영상으로 알려드리도록 할게요 지금 뭐 확정된 스케줄이 아니어가지고